はい、こんにちは。まーちゃんのりまひろです。はい、今日はですね、上野にあります国立科学博物館の特別展、昆虫にやってきたね。はい、やってきました。ずっとね、来たかったからね、楽しみですね、でここでしか見られない昆虫なども今回は展示されてるみたいなので、楽しみに見ていきましょう。はい、まず見えてきたのはこれ、すごいデジタルだ。あ、蝶が、あ、飛んでた、逃げてた。おお、すごいね。行こう。はい、おお、ちょっと待って、しんくん、こっちがすごいことになってる。うわー、すごい。日本ミツバチの約200倍。すごいね。そしてこちらがオオクワガタの約30倍。はい、おお、うわー、大きい。すごい大きい。しかもこれさ、舌が鏡になってるからお腹見えるようになってる。メガネウラ、メガネウラ、メガネウラの復元模型だって。そう、だからこういった昆虫の歴史もわかるわけだね。これが虫入り琥珀だね。そうだね、こんな風に入ってるね、琥珀の中に虫が入ってる。すごい。はい、そしてここが昆虫の多様性だって、まずこれが人家周辺。そうだね、家の近くに。ミミゼミ、アブラゼミ、アキアカネとか。なるほどなるほど。リンヤミ、あ、カブトムシいるじゃん、カブトムシ。うん、これはノコギリクワ。こっちは沖縄になってる。あ、沖縄、うん、ちょうどさ、このなんかセミの鳴き声が BGM で入ってていいね、うん、お、いたいた、沖縄のコギリクワガタ。はい、この辺蝶ですね、うん、これすごいね、この飾り方が、一番小さい、ちっちゃいのからどーっと大きくなって、最後がこれよ、アレクサンダル、トリバネアイハー。ねえ、こいつはメスです。うん、大きいね。こちらはカブトムシ。カブトムシ、ほら来たよ、これもすごいちっちゃい、これ、うん、例えばこれはアクティオン で、ね、でこれがヘラクレスディッキー。そうだね、うん、コーカサスとかアトラスもいるよ、ね、うん、でこれ一番上はネプチューンでしょ、これネプチューンだ、ネプチューンだね、うん、そしてこちらがクワガタムシ、うん、例えばこれがアルケスチアクワガタで、これちょっと待って、これめちゃめちゃちっちゃいのいるけど、ここ、まあ、これ捉えきれないんだけど。エジンくん、やばい部屋を見つけてしまった。やばい部屋が G の部屋だ。閲覧注意って書いてある。行くの、うん、行くの、皆さん、閲覧注意です。閲覧注意だ、うん、ちょっと目つぶっていこう。あ、生きてるやついる。大丈夫、そんなにあれだね、うん、ゴキブリっぽいのじゃないね、うん、これもだね、うん、うわ、ちょっとこれは、ちょっとこれは、うわわわわ、見たい人だけ見てください。ここが昆虫採取のコーナーだよ、うん、野村ホイホイっていう。これ採取された昆虫は、そう、すごいね、取れるんでね、カブトムシとか、サキシマヒラタ、すごいね、いろいろ。ここがすごいよ、これ標本コレクション、うん、うわ、すごい、標本しかない。いや、これはすごい量だよ。ここ来たよ、これだ、ヤンバルクリマコガネ。あー、来た、このコロタイプってやつね、うん、わー、すごい。世界に1個しかない標本ね、コロタイプ、これが全てのヤンバルコガネの基本になるやつなんだね、うん、これが新種のハチだね、うん、もう連絡、あ、これか、うん、セイボーの一種、メタリックブルーなんだね、これ、うん、あまり調べられてない、メタリックブルーだって、すごい蜂だね。名前募集してるみたいなのよ。いや、やろうか。やろう。やろうね。これもし、これがいいなってなったら、うん、これ、永遠に公園に付くんだって。そうだよね、うん、名前が。そう、だから今後の本とかにもその名前で載るんだよ。そっか。すごい。平身青蜂とかで応募しよっか。いやだめだ。ダメですか、うん、はい。ショップもありますね。うん、すごいね、うん、これ面白いよね、うん、あの虫かごの中におかきが入ってる。おお、すごい、これ虫かご使えるんじゃん。使える使える。はい、ということで今回は特別展昆虫見ていたわけなんですけれども、どうだったじゃん、うん、楽しかった、すごかったね、うん、でちなみにこの昆虫展は10月8日までやってるみたいなので、気になった方はぜひ皆さん来てみてください、はい、それとですね、あのショップでいろいろお土産買いましたので、そうね、そうそうそう、それはまた後日動画にしたいと思います、はい、はい、ということでしんくんに帰ってきましたね、はい、
はい、それでですね、この特別展昆虫で配られてたこのチラシね、うん、でこの裏側にですね QR コードが載ってるんでね、うん、アプリで虫になれちゃうみたい、うん、ギラファ、うん、ちょっとやってみましょうか、うん、昆虫への愛を叫んでみよう、だって昆虫大好きおお、昆虫大好きで、おー出た、えなんか出た、おお、エイシンくんがクワガタになりました。じゃあ写真撮るよ、うん、せーの、ういー、そんな感じになりました。おお、すごいね、すごい。詳しくはこの現地でね、このチラシゲットしてみてください、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバイ。